ゴールまでウラジーミル2人の力で勝って勝け勝ち抜けようではありませんか。岸田内閣総理大臣。北方領土問題に対する考え方ということですが、ロシアによる、北方領土の占拠については、法的根拠のない占拠であり、不法占拠されているという立場であります。こうした立場には引き続き変わりはないと考えております。